富士山表口5合目幻想的。あとね、雷鳴ってんだよな、あっちの方で。富士山9合目山頂前の鳥居。いや、はるばる本当に石川からですよね。朝を迎えました。そして見えた富士山、富士山やったぞ、てっぺん見えたぞ、ついに。さっききついね。やっぱちょっと走ったらね、息が荒れる。2300、ちょっとやっぱり酸素が違うな。健康チェックお願いいたします。はい。少なめですか、富士山登るの。今ね、今日は2人だけ登りました。はい、ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、トイレの維持管理とか、まあ、のぜひ、うん、ありがとうございます。あ、行ってらっしゃい。行ってて。富士山表口5合目標高2400。すごいな。かき掘りてあったで、うん、お幻想的。いやー、見事に雲海が見えるよ。わあ、すごいね。うわあ、すごい。おはようございます。標高2800超えました。徐々にね、道が赤褐色の岩とか溶岩か、大きい岩が増えてきたね。夜通し走ってたんで、ちょっとね、高山病になりやすいかもしれないんで、疲労もあるし。あとね、雷鳴ってんだよな、あっちの方で、まあ、ちょっと下の方だと思うんで、まあここは問題ないかと思うけど、まあ、雷は怖いね。雨はまだいいけど。着いた。元祖船込め3010メートル。おお。お茶いただいていいですか。はい、ありがとうございます。ゲストの時は影山さん。影山さんの、はい、あとお泊まりになられて。あ、そうそうそう、はい、元祖7合目の、言っていただいたら分かりますみたいな、じゃあトイレ代いいですよ、お茶代だけ。いやいやいや、いいです、いいです。ほんますか。はい、ありがとうございます。500円だけど、はい、じゃあ500円。あ、すみません、ありがとうございます。失礼します。まあ、疲労は溜まってるけれども、3000超えても高山病の症状は若干なんで、はい、慎重に行けば行けそうです。よかった。3250メートル。ね、もっと若い頃初めて富士登山
した時にちょうどここで、宿泊してご来光を見ようという予定だったんですけど、ここで、高山病になって、泡を引いてギブアップと、なりました。まあそれから考えたら今は進歩しました。一歩一歩ね、難なくクリアできてるんで、大阪から400キロぐらい走ってきても生きてるね。強くなれてるかな、少しはね。いやー、雲って見えないじゃん。はあ、消えてきた。そしてやられ、山頂前の鳥、神社前のね、よっしゃー、よっしゃ、越えた。雨はザーザーやけど、やった。そしてなんと今日のゴールに駆けつけてくれはりました、石川から佐藤さん。やったー、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいですね。いや、はるばる本当に石川からですよね。はい、石川の能登から。能登から、はい、来ました。いやー嬉しい。もう北田さんが登るって話されてから、はい、行くしかないと思って。いや嬉しいですね、はい、お仕事も調整いただいて。いや、全然もう余裕ですめっちゃ嬉しいです。御殿場ルートから登ってもらって、山頂で合流っていう、富士山で合流っていう、現地解散でアドベンチャークラブの T シャツをバンと見せながらいやありがとうございます。お迎えするつもりだったんですけど、ありがとうございます。もう寒くてカッパを着てしまって。いやでも中に来ていただいて、多分血糖値も下がってるような気がします。そうですね、はい、顔白いですか。ちょっと白いですね。そうですね、ちょっとこうエネルギー切れてるんじゃないかなと、ちょっと心配に今エネルギー切れですね。なんかペコペコです。ねえ、雷は怖いですね。もう少し、これはほぼ貸し切りですね。そうですね一組しかいない、写真順番待ちとかあるのに。よいしょ。そして見えました、てっぺん、日本のてっぺん、ついに登頂です。日本最高峰剣ヶ峰、やったー。3776m やりました。大阪を出発して420キロぐらい、8日間ぐらいでした。いやー400キロ最高の助走でしたね。助走してもうちょっと勢いよく上がれると思ったんですけど、ちょっと長すぎまして登りがヘロヘロなりました。でもめちゃくちゃいいトレーニングになったんで、また次のヒマラヤなどのレースに向けて頑張りたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に握手してもらった状態でいいですか。はい、しますはい、しておます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ついて切れるところにご一緒してもいいですか。全然ゆっくりです、むしろ。もう北田さんの、クラブのあの公式マスクと言いますか、アドベンチャークラブっていう、はい、マスクのあのロゴが入ってて、オリジナルグッズをつけていただいて、
ネットで買えますか？あ、ぜひ。もうせっかくなんで。ありがとうございます。買わせていただきます、戻ったら。ありがとうございます。Take care. Thank you. Thank you. See you.さあ、到着です。お疲れ様でした。いやー、長かったですよ。いや、人生に比べたら短い。ほんますか。めっちゃ長かったっすよ、これ。もう延々続くんかと思いました。降りてくるのが大変だったでしょ。はい。お気をつけて。ありがとうございます。御殿場口の、新五合目に予約。到着です。これにて無事富士山終了。楽しかったです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。最高でしたね。最高でしたね。いやー、一日経ってですね、帰りどうしようかということで、走りじゃなくて自転車で帰ることにしまして、ここゲストハウス時和さんですね、影山さんがあのバイクを自転車をですね売ってくださるということで、それをお借りして帰ろうと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。これ見えたら最高ですね、富士山。そう、ここ最高の場所なんで、僕 Facebook でいつも上げてる場所です。あ、いや本当にあのこうやって出会えて本当嬉しいですよ、ありがとうございます。末永く、はい、私もお願いします。はい、はい、どうも本当に失礼します。はい、影山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。安倍川です。水道川を越えて安倍川。大吟醸スピカスだって260円。はい、どうぞ。上に乗っかってるのはね、お茶だからね。と酒かす。酒かす、美味しい。やってきました。爽やか乾杯。何ありますか？乾杯ということあれば。富士山登頂おめでとうございます。ありがとうございます。もうちょい、また登る。うん、また登るもうちょい。やっぱり自転車も一日漕ぐと疲れるね。気持ちいい。でもなかなかこんなとこね、走ることないから。うん、大丈夫？ヘロヘロ。ヘロヘロやね。うん、歯を吐いてたよ。しがらきやってきました。たぬき屋総本家。おお。大阪府枚方市に入りました。見えますか？目の前の輝く城が大阪城。いや、頑張りました。ラントゥ富士、大阪から430キロ走って登って、終わってみてやっぱり最高でしたね。いろんな人と出会って走って、そして、チャレンジした後の景色、やっぱりこれが最高。本当にいいトレーニングになりました。ぜひなんかね、他の人、いろんな人に新しい富士山の楽しみ方、そしてまあなんかね、こうチャレンジする喜びが伝われたらなと思ってます。また次のレース、次のチャレンジに向けて頑張ります。面白いチャレンジしたいと思いますので、次も動画もお楽しみです。それでは、今日はもう寝ます。お疲れ様でした。お疲れ様です。